桜井誠ニュース。一つ目、政府税調、消費税引き上げ求める意見相次ぐ。二つ目、カタールワールドカップ開催地の広告板に旭日旗表示、登場議論。三つ目、ベトナム人、日本はもうダメ、韓国や台湾行きたい。政府税調、消費税引き上げということで、まあこれは税調の方で消費税引き上げ議論ということで出ておりました。政府税調は消費税や自動車税について議論した、参加した複数の委員から、国の財源確保に向けて中長期的な視点で消費税率を現在の 10% から引き上げる議論をすべきとの意見が相次いだ。また、環境性能に優れ重量税などが優遇されている電気自動車に対しガソリン車よりも比較的重く、道路への影響が大きいことから道路を整備するための財源確保に向けた課税の必要性を求める意見が出されたということです。もうバカにつける薬はないんですけれども、本当にね、こう気違いしかいない、気違いがこう集まって会議したところで気違いの答えしか出てこないんですよ。いやね、本当になぜその単純なことがわからないのかというね。だからバカがどんなに集まったってバカな意見しか出てこないのと同じですがね。今このですね、今この疲弊しきってる日本で増税論議やってるんですよ。何考えとんちゅう話なんですよね。でその中で、じゃあ政治家の中でこの増税に真っ向から反対している人間、それもね、無責任にね、増税をやめろって言ってるわけじゃなくて、きちんとビジョンを持って、きちんとビジョンを持ってね、この政策を打ち立てられるのは日本第一党だけでしょうがって言ってるんですよ。我々が主張している無税政策というのは、これずっと無税政策をやると言ってるわけではないんです。消費税は廃止しますけれども、所得税は当然残します。ただその所得税にしても、あるいは住民税にしてもそうなんですけれども、それがですね、今現在取ることは、国民のですね、生活を圧迫するだけなんですね。とんでもない額で今取られてますからね。ですからこれを消費が回復するまで、景気が良くなるまでの間、ゼロにしようというのが無税政策なんです。で、無税政策っていうのは、なんて言うんでしょうかね、国家のね、政策の対価として税金を取っているという考えからすると邪悪なんですね。そんな夢物語ってなるんですね。ところがそうではなく、正しくですね、経済のことが分かっていて、税金というのはこの経済のね、調整弁である、この本当のね、ところが分かっている人であればみんな賛成するんですよ。今の日本がここまでね、経済が疲弊してるんだから、経済にカンフル剤を打たなきゃいけない。経済をね、こう盛り上げてあげなきゃいけないわけですね。じゃあその時にどんな政策が取れるかといったら、ぐちゃぐちゃ言わずに無税政策取るのが一番だろうよ、というですね。当たり前じゃないですか、これが。ねえ。ガーシーになぜ報酬を？当たり前ですがね。バカな国民が面白半分で、このね、何ですか、孫子の党に入れて、で、ガーシー当選させたわけですよ。ほんで、一度もね、あんたは日本に戻らないのに、あんたは報酬が毎月振り込まれている。誰のせいですか？国民のせいでしょう、ね。あんたたちのせいなんですよ。我々のせいなんですよ。あんな人間を国会議員にしてしまったというですね。いやね、もう本当に情けない限りですよね。アラブだったかドバイだったかにね、逃げ出してですね、日本に帰ってこれないようなやつを、
一生懸命ね、こうやっている。一生懸命ね、政治家にする。で、日本のためにね、こう政策を打ち出し、日本のためにね、声を張り上げている日本第一党を見向きもしないわけですね。もう好きにやればという感じですよね。まあそうなんですね。もうだからね、選挙を遊びに、遊びと考えてる人間が多すぎるんですよね。ね、本当にこう、日本人の民度の低さですよね。はい、それじゃあ続いてのニュースを見てみようと思います。続いてはまたです。カタール、ワールドカップ開催地の広告に旭日旗登場ということで、お隣の国がですね、わめいていると。で、いつも通りですけどね、聖心女子大学のソ・ギョンドクですね。こいつは日本第一党に来たって言ってるんですよ。こいつね、韓国の取材で来てるんですね。で、韓国の取材受けた時にね、このソ・ギョンドクのおっさんがいるんですよ。3人ね、いましてね、まあ、3人もあんなのがいたらね、もうこっちも発狂するんですけどもね、背の高いね、朝鮮人。で、通訳の朝鮮人、で、ソ・ギョンドクっていうね、その3人がソファーにね、並んで、で、桜井がね、前でこう話を聞いてたわけですけども、そのソ・ギョンドクがね、ちょうど一番右端に座ってたんですよ。で、目の前に旭日旗がかかってるわけですね。日本第一党の党首室ですから、日の丸と旭日旗がかかってるわけですけども、その旭日旗、目の前にあるのに、ソ・ギョンドクがこうね、手を前にやって、えらいおとなしいんですね。えらいおとなしいんですよ。いや、あんた、旭日旗食べるんじゃないの？っていうのでね。まあ、なんかその時のね、韓国人のインタビューは、その背の高いおっさんが、なんか韓国では有名なね、俳優らしいんですよね。まあ、知りゃしないですけどね、見たことないんですけどもね。で、そいつが、こう、インタビューするっていうことで、でも、私からしたら、ソ・ギョンドクがですね、気になって気になって仕方がないんですよ。いや、あんた、その背の高いおっさんどうでもいいから、そのソ・ギョンドクと話させろやというですね。まあ、あれは面白かったですけどもね。で、そのですね、旭日旗、誰か旭日旗でも振ったのかと思ったら、日本のね、サポーターですね。サポーターがよくね、顔にね、こう、ほら、国旗とか書くじゃないですか。で、その中で、日の丸の鉢巻きを締めて、で、顔になんか旭日旗模様のね、白と赤でね、旭日旗模様の、なんていうの、そういうのを書いてですね、で、にこやかにね、笑ってる写真が出てるんですけども、それがこのカタールのね、広告塔に出てるんですよ。で、それに朝鮮人が噛みついたということらしいんですね。いや、そうですよ。もうだからね、今度ね、皆さんね、よかったらですね、なんていうの、朝日新聞の社旗を持って、で、応援に行ってくださいな。朝日新聞の社旗を持って、で、このね、日本代表の応援にね、で、陣取って、全員でね、朝日新聞のこの社旗を振るというですね、韓国がなんというか見ものですよね。韓国人のね、気違いどもが何と言うかですね、もうこれは本当見ものですよね。いや、もうね、本当にね、こう、朝鮮人と関わると、ろくなことがないというですね。もうこういう連中と日本はね、一日も早くこの関係を断ち切るべきだということです。さあ、それじゃあ今日最後のニュースです。最後のニュースはこちらです。ベトナム人、日本はもうダメ、韓国や台湾に行きたい。まあね、本当に日本で悪さばっかりするベトナム人のグエンですけれどもね、そのグエンが生意気にもですね、日本はもうダメだと言っている。まあ、これ出てる記事見るとね、ホとかいうですね、ホっていうベトナム人がいるんですね。で、そのベトナム人が実習生として日本に来てるんだけれども、賃金が安いしね、
待遇が悪いから韓国や台湾に行きたいということを言ってるわけですよね。まあ行きゃいいじゃんというですね、遠慮なく行ってくれっていう話なんですけども、ただ問題はそこじゃなくて、このねベトナム人の程度人材にでさえですね、今の日本がひどいっていうことがわかるわけですよ。日本に来るベトナム人っていうか外国人は程度ですよ。高度人材なんか誰一人来やしませんがな。ですからもうそのベトナム人が見て今の日本というのが明らかにこうなんていうの、下降線を描いている、どん底に陥っているっていうことなんですよ。ここが問題なんです。だから多分彼らは知らないで来たのかもしれないですね。程度人材ですからね。で来たらあんたは話と全然違うというですね。もうね、ここまで日本が落ちぶれているんだということなんですね。それを日本人が理解してないんですよ。本当にバカでしょ。自分たちを理解するというのが、これが本来ね、一番こう、なんていうの、自分たちを形作る上での基本になるわけじゃないですか。ところがそれが全くできてないもんですから、国がこんなことになるというですね。で、どん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 政府は国民から金を絞り取るだけ絞り取りゃいいんだというですね。まあ、無税政策をね、一日も早くね、日本に広めていかなきゃいけない。まあ、幸いにしてね、この無税政策っていうのが徐々にですけどね、本当にちょっとずつですけども、広まり始めてるんですよ。桜井誠が主張している無税政策がいいんじゃないかというですね。ぜひ皆さんね、この無税政策をどんどん広げていただければと思います。